大伝が芸術作品の始まり、始まりとここで言うのはあのもののことであります。あのものから、そしてあのものによって一つのものが何であり、どんなかであります。あるものが何であり、どんなかであるものを僕らはそのものの本質と呼びます。あるものの始まりはその本質の由来であります。芸術作品の始まりについての問いは、芸術作品の本質の由来を問うことです。作品は通例の観念によると、芸術家の活動によって飛び立ちます。しかし芸術家は何から何によって芸術家なのでしょうか。作品によってなのであります。と言いますのは、一つの作品がその作家の名誉となるという意味は、芸術家を芸術の作家として浮かび上がらせるものが作品であるからなのです。芸術家は作品の始まりであります。作品は芸術家の始まりであります。芸術家と作品、この二つは、どちらも互いに他のものなしではありません。と言いましても、二つのどれも、他のものを支えておるわけではありません。芸術家と作品とかそれぞれに自分の中に、また交互の関係のうちにあるのは、一つの第三のものによるのであります。この第三のものは、元はといえば第一のものなのであります。と言いますのは、このものから、このものによって芸術家と芸術作品とはそれの名前を持つからです。つまりこの第三のもの、元はといえば第一のものというのは芸術であります。芸術家は作品の始まりであります。作品は芸術家の始まりであります。と言って始まりである様はそれぞれに違います。それは当然のことです。そのように芸術家は またもっと別な様で、芸術家ごとに作品にとって始まりであります。しかし芸術というのはおよそ一つの始まりなどであることができましょうか。芸術はどこに、どんな具合に与えられているのでしょうか。芸術、それはせいぜい一つの言葉に過ぎなくて、現実的なものはもう何もこの言葉に相応していません。この芸術という言葉は一つの集合観念としてなら通用するかもしれません。この観念の中に僕らは、ただ現実に芸術であるもの、すなわち作品と芸術家とを収めているに過ぎません。たとえ芸術という言葉が一つの集合観念以上のことを記すことがあるとしても、芸術という言葉で意味されていることは、ただ作品と芸術家とによるだけであります。それとも事柄は逆であって、作品と芸術家とは、それらの始まりが芸術であるときだけ与えられているでしょうか。その判定がどちらに決まるにしても、芸術作品の始まりについての問いは、芸術の本質についての問いとなります。およそ芸術などというものがあるのか、そしてどんなものなのか、その問いを僕らは未解決のままにしておかなければなりません。それで僕らは芸術が疑いもなく現実に支配しているところで、芸術の本質を見つけ出すことを試みるでしょう。芸術の作品のうちに芸術はあります。しかし芸術の一つの作品は何であり、どんなでしょうか。芸術が何であるか、それは作品から推定されなければなりません。作品が何であるか、それを僕らはただ芸術の本質から知ることができます。誰しもすぐ気がつくと思いますが、僕らは演習の中の堂々巡りをやっています。通常の知性はこの演習は論理に反するから避けられなくてはならないと要求します。芸術が何であるか、そのことを人々は目の前にある芸術作品たちの比較考察を芸術作品について行うことによって引き出すことができると思っています。しかし僕らが前もって芸術とは何かを知らないならば、そんな人を、芸術の本質というものは目の前にある芸術作品の目印を集めてみるようなことではとても獲得されませんし、またより高級な概念から演繹したところで獲得されません。と言いますのは、このような演繹だってまた、僕らがあらかじめ芸術作品だと思っているものを、芸術作品として差し出すためには十分でなければならない、あの様々な規定を、あらかじめ注目しているからなのです。目の前にあるものから様々な作品を取り集めてみることも、また原理から演繹することも、ここでは同じく不可能でありますし、もしそんなことをするなら、一種の自己欺瞞であります。僕らはそれで演習を閉じなくてはなりません。演習を閉じるというこの行き方は、間に合わせでも、旧作でもありません。この演習に踏み込むことは強みであります。この演習を踏み外さないことは、思考が一つの手仕事であるとして、思考の手堅さであります。作品を起点として芸術へ向かって進む感動は、芸術を起点としての作品への道となって一つの演習になります。ただそれだけでなく、僕らが踏み鳴らして行こうとしている一歩一歩が、この円の中に輪を描くのであります。
作品の中で現実に支配している作品の本質を見出すために僕らは、現実の作品を探し出して、作品は何であり、どんなであるかを問うのです。芸術作品なら誰でも知っています。建築作品と絵画作品を僕らは公共の広場の上や、寺院や住居の中に取り付けられているのを見ます。収集や展覧会に様々な時代と民族との芸術作品が収められています。もし僕らが作品と作品の犯しがたい現実を眼中に置きながら鑑賞して、自分の方から何か企むようなことをしなかったら、作品というものはその他のものと同じように自然に目の前にあることが直ちに明らかとなります。絵は壁に猟銃とか帽子とかと同じようにかかっています。一枚の絵、例えば一足の百姓靴を描いているヴァン・ゴッホのあの絵は、あちこちの展覧会へ移動します。作品たちはルール地方からの石炭のように、またシュワルツワルトからの材木のように輸送されます。ヘルダーリンの領火集は、進軍中、廃能の中に銃の手入れ道具と一緒に詰め込まれています。ベートーベンのカルテットの楽譜は、ジャガイモが地下室に貯蔵されるように、出版社の倉庫に貯蔵されています。すべて作品はこうしたものとしてあるものを持っています。ものとしてあるものがなかったら作品とは何でしょうか。多分僕らは作品についてのこうした全く大雑把で外面的な見方に反発を感じるかもしれません。そんな考え方の中には、美術館の物置とか掃除婦とかがうごめいているかもしれません。僕らは体験し享受する人々が受け取っているように作品を受け取らなくてはなりません。しかし評判の美的体験ですらも芸術作品のものとしてあるものを見過ごしにすることはありません。石のものが建築作品の中にあります。木材のものが彫刻作品の中にあります。色彩のついたものが絵画の中にあります。音を出すものが言語作品の中にあります。調べを鳴らすものが音楽作品の中にあります。芸術作品の中でものとしてあるものは取り外しができないので、僕らはむしろ逆にこう言わなくてはなりません。建築作品が石の中にあり、彫刻作品が材木の中にあり、絵画が色彩の中にあり、言語作品が音の中に、音楽作品が調べの中にあると当たり前のことじゃないかとすぐ押収されましょう。しかし芸術作品の中でこの当たり前のものとしてあるものは何でしょうか。こんなことを追いかけ問うことはおそらく余計なことであり、混乱を引き起こすことになるでしょう。芸術作品はものとしてあるものを超えているある別なものであるからです。芸術作品にあるこの別なものが芸術的なものを作ります。芸術作品は制作されたものですけれども、それはただのものとは別なもの。アゴレウェであることを言っています。作品は別なものを表に出しさらけ出します。作品はアレゴリーです。制作されたものでもって芸術作品の中にもっと別なものが取りまとめられます。取りまとめることをギリシャ語はシュンバレインと言います。作品はシンボルであります。アレゴリーとシンボルとは枠の概念を作ります。この枠の観念を目でたどっていく軌道に昔から芸術作品の見分けが動いています。別のものをあからさまにするように作られているこの一つのもの、別なものと取りまとめるこの一つのものが芸術作品におけるものとしてあるものです。芸術作品におけるものとしてあるものは株構造のように見えます。その中へ、その上へ別な本当のものが作られる株構造のように見えます。そしてこのものとしてあるものが芸術家が本当にその手仕事をする場合に作られるものなのではないでしょうか。僕らは芸術作品の直接の充実した現実にぶつかりたいのです。それができた時だけ僕らは芸術作品の中に現実の芸術を見つけるからです。ですから僕らはまず作品のものとしてあるものを目に留めなくてはなりません。そのために僕らは一つのものが何であるか、それを十分明らかに知らなくてはなりません。それが分かった時だけ芸術作品が一つのものであり、しかし、またもっと別なものがくっついている一つのものであるかどうか、それを言うことができるからです。その時こそ初めて作品は根本において何か別なものであって、一つのものでないかどうかが決定されるのです。ものと作品。ものが一つのものであるとして、ものというのは誠には何でしょうか。そのように問いかけるとき、僕らはものがものであるということを知りたいと思っているのです。ものがものとしてあるものを知ることが必要なのです。僕らはそのために物という名前をかぶせられているすべてあるものを包んでいる円周がどうなっているのか、それを知らなければなりません。
炉端の石は一つのものです。畑の土くれもまた、瓶は一つのものです。炉端の泉もまた。としましたら、瓶の中のミルク、泉の中の水はどうなのでしょうか。もし、空の雲、畑のあざみ、秋風に吹かれる木の葉、森の上をかすめて飛んでいくハゲタカなどが、もし物と呼ばれてよいなら、瓶の中のミルクも、泉の中の水も、また物であります。このようなものは皆、真実物と呼ばれなくてはなりません。今、列挙したこんなものと違って、目に見えない、還元すれば現象とならないようなものでさえ、物という名前をかぶせられているくらいですから。現象とならないようなもの、すなわち物自体。例えば、カントによれば、世界の全体がそのようなものであります。それどころか神そのものがそのようなものであります。物自体と現象となっているもの、すなわちおよそありとあらゆるすべてあるものは一つ残らず、哲学の用語からすれば一つのものであります。飛行機とラジオとは、無論今日では一番手近なものであります。しかし僕らが一番最後のもの、それはすなわち死と審判でとでありますが、そのようなものを言うとき、僕らは全く他のことを考えます。これまで述べたところを取りまとめて言いますと、ここでは絶対的に無でないものは一つ残らずものと呼ばれます。この意味からしますと、芸術作品もまたあるものである限り一つのものであります。ものという概念をこのように規定してみましたが、少なくとも直接的にはこんな概念規定は僕らにとって何の足しにもなりません。と言いますのは、あるものについて、もののあり方と作品のあり方とを区別しようとするのが僕らの意図であるからです。その上また僕らは神を一つのものと呼ぶことに憤りを覚えます。それからまた畑で働く農夫、ボイラーを前にしている機関夫、教団の上の教師を一つのものと呼ぶことにはばかりを覚えます。人間はものなのではありません。と言いましても、力量に余る仕事を持て余している一人の幼い少女を、まだ幼ぎすぎるものと僕らは呼んでいます。しかしこの場合僕らはこの少女において何か人間であることに不足を認め、これと反対に物を物としてあるものにしているものをその少女に発見しているからなのです。僕らは森の中の空き地に遊んでいる鹿や草の中の甲虫や草の木をさえ物と呼ぶことに躊躇を感じます。これと反対に僕らにとってハンマー、靴、斧、時計が物であります。しかしこれらもまたただのものではありません。石、土くれ、一辺の材木がただのものです。すなわち自然の無生物と使用の無生物とであります。自然と使用との無生物が、通例、ものと呼ばれているものであります。こんなに述べていると、僕らは、すべてが一番高いものも一番最後のものもまたもの、リング、レース、エンス、一つのあるものであるような、最も広い区域から、ただのものという狭い区域へ突き戻されています。ここでただというのは一つには、一重にものであってそれ以上のものでない純粋なものであるという意味であり、もう一つにはそれと同時に軽蔑をさえ含めて言われる、やっとのことでものであるという意味であります。ただのものは主要のものまで除いてしまえば本当のものと認められます。これらただのものがものとしてあるものは何ででしょうか。ものがものであるということはこれらただのものからきっと規定されるに違いありません。その規定が僕らにものとしてあるというそのことを教えてくれることになります。こんな前置きをした上で僕らはあの作品というものの手で捕まえることもできそうな現実を知ることができるのです。そしてそれが分かると作品というものには何か別なものが潜んでいることになります。すでに大昔からおよそあるものとは何か、そう問いかけられるとすぐ、ものがものであるということが標準的なあるものとしてそのために前面へ生じ出してきました。これは周知の事実と認めてよいと思います。ですから僕らは、あるものについてのいくつか伝承的な解釈において、ものがものであることの限界線に必ず突き当たることになります。ものについてのこの伝来の知識を明確にしたりすれば、ものがものでとしてあるものを自分で探し求めなければならない預けのない苦労から免れることになりましょう。ものとは何かという問いかけに対するこれまでの様々な回答は、ある意味では通りの良い回答であって、その回答の陰に何一つ疑うべきものが感じられないほどです。西ヨーロッパ的思考の歩みの中で支配的となり、すでに自明とさえなって、今日では日常的に使用されているような、ものがものであることについての解釈は、
次のように3つにまとめられます。1. 例えばこの花崗岩は一つのただのものであります。この岩石は硬く重くかさばりがっしりし、不格好で粗く有色で光沢のないところとピカピカするところとがあります。今列挙したようなことを僕らはこの岩石から見て取ります。僕らはそんな目印を知識にします。目印というのは岩石そのものに特有なものということです。この目印は岩石の特有性であります。物は特有性を持っています。物というと、今物というとき、僕らは何を考えるのでしょうか。明らかに物はこのただ目印の寄せ集めでもなければ、特有性の積み重ねでもありません。こんな集まりは物によって初めて生じるのです。物は誰しも知っていると信じるように、様々な特有性が集められるところの中核であります。それで物の中核という言葉も使われます。ギリシャ人はこの中核をそこにあるものとヒポケイメノンと呼んだと言われます。物のこの中核的なものは、ギリシャ人によると常にそこにあって、しかも初めからあるものでありました。この中核的なものに対して目印は異質になったもの、タ・シュン・ベベーコタと呼ばれます。目印は、すなわち、初めからあるものと折り合いをつけ、それと一緒になって出てくるところのものであります。ギリシャ人のこんな呼び名は、決して勝手気ままな名前ではありません。これらの名前の中で本質的にあるという意味でのあるものの、有についての、ギリシャ人の根本経験が喋っているのです。その経緯は今はもうわかりません。しかし、ギリシャ人のこんな規定によって、ものがものであることについての、その後で標準的となった解釈が打ち立てられ、あるものの有についての西ヨーロッパ的解釈が確立されました。この解釈はローマ・ラテン的思考がギリシャの言葉を受け継いだ時に始まります。ヒポケイメノン、そこにあるものがスビエクトム、主体に、ヒポスタシス、下にあるものがスブスタンティア、実体に、シュンベベーコス、一緒になったものがアクシデンス、偶遇になります。このようにギリシャ語の名前をラテン語へ翻訳することは、今日まだそう思われているように無害の推移ではありません。そうではなくて、一見その言葉通りで、それで誠を保存しているかと見えるこの翻訳のうちには、ギリシャ人の経験を別の思考方法へ移したということが隠蔽されているのです。ローマの思考はギリシャの言葉を受け継ぎましたが、ギリシャの言葉が語っていることについて、同じように始まりの経験に応じることをしませんでした。言ってしまえば、ローマの思考方法は、ギリシャ的言葉を道連れにしないで、ギリシャのいろいろな言葉を受け継いだのです。こうした翻訳でもって、西ヨーロッパ的思考の底なしが始まります。物が物であるというのは、様々な偶有的なものを持っている実体であると規定するということは、通りの良い考え方からすれば、様々なものを見る僕らの素直な目に応じているかに見えます。物についてのこの通例の見解に、物に対する通りの良い関わり合いもまた適用していました。そのことは少しも不思議ではありません。物に対する通りの良い関わり合いというのは、物へ話しかけることと、物について話すことです。単一な提言文は、主語と述語とから成り立っています。主語、ズブエクトというのは、ヒポケイモノン、そこにあるもののラテン語への翻訳であります。翻訳するということはもう意味を転換させることです。なお、述語、プレディカートの中には、物の目印が提言されるのです。物と文、文の構造と物の構造との間のこの単一な基本的関係を揺さぶってみようなどと、誰がそんな冒険をしましょう。しかし僕らは問わなくてはなりません。単一な提言文の構造、すなわち主語と客語のとの結びつきは、物の構造、すなわち実体と偶有性との結びつきの反映像なのか、それとも逆にこのように表現されたものの構造が文の組み立てによって設計されているのかと、ものを提言によって捕まえるそのやり方がものの構造そのものへ転化されましたが、この転化はいかにも自然なことです。しかしこんな転化は批判的なように見えますけれども、実は慌てすぎているのです。その前にまず了解してかからなければならないことがあります。すなわち文の構造をものに転化することは、ものが見えるようになりもしないでどうして可能なのか。まずそういう問いについて了解がついていなければなりません。言い換えますと、文の構造と物の構造とそのどちらが最初なのか、そのどちらが基準となるのかという問いなのですが、この問いはまだ解決されておりません。
およそこの問いはこんな形式の問いかけで解決できるかどうか怪しいものです。要するに文の構造は物の構造図にとって基準でもありませんし、物の構造は文の構造に反映してもいません。物の構造と文の構造、この2つの構造式と相互関係とは、もっと深い共通の源から生まれたものです。どちらの場合も、最初に引用しておいた物が物であることの解釈、すなわち物をそれのいくつかの目印の支え手であると解釈することは、道理が良いけれども自然なことではありません。僕らにとって自然だと見えるのは、おそらく長い慣習に慣れているせいでありましょう。ところが慣習というのは、それの源となっている不慣れなものを忘れていることなのです。昔はその不慣れなものがキーなものとして人間に挑みかかって人間の思考を驚かしたのです。物についての通りの良い今の解釈への信頼は、真実は無根拠の信頼です。それからこうした物の概念、物をいくつかの目印の支え手とするは、ただの本当の物についての概念であるだけでなく、すべてのある物についても妥当する概念であります。ですからこの概念の助けでもっては、物としてあるものは物ではなくてあるものから区別されません。それどころか考えてみるまでもなく、物たちの領分の中に注意を集めてしばらく滞留しているとすぐわかることですが、このような物の概念は、物が物としてあるもの、すなわち物ずと成り入れるものと持続しているものとには当てはまらない概念です。また僕らはこんな感情を持つことがあります。すなわち前々から物が物としてあることへ無理が押し付けられ、この無理を押し付けることで思考が遊戯しているという感情、そんな感情を拭い消すことができないので僕らは思考がもっともっと思考的となるように努めるべきなのに、思考をやめてしまうとするのです。それなら、物の本質を規定する場合、もっと確かな感情というのはどういうことでしょうか。思考だけが言葉を持つことが許されるというときに、しかしこんな場合、僕らが感情とか気分とか呼んでいるものは、おそらくより理性的でありましょう。ですから、より理解的でもありましょう。なぜかと言いますと、感情とか気分というものは、すべての理性よりもっともっと有に対して開かれているからです。それなのに理性の方はいつしか無知と理知となって、合理的に誤解されるからです。非合理なもの、すなわち合理的なものから無思慮に出来損なったものへ横目を使うことは、変に役立つことでした。無論通りの良いあのものの概念は常にどんなものにも当てはまりますが、その概念は本当のものを捉えません。その概念は本当にあるものにおっかぶせをするのです。2. こんな概念のおっかぼせは避けられることでしょうか。それを避ける方法は、その方法はただ一つ、物に自由な領分を許して、その物としてあるものを抜き出しにさせることです。物と僕らとの間に物についての解釈や提言を差し込むようなことは、まずもって避けられなくてはなりません。それから後に僕らは物の塞がれていない本質的にあるということへ僕らを委ねます。このように物を僕らに直に出会わせることを要求したり仕組んだりするのは、僕らが最初ではありません。昔からそんな要求をしたり仕組んだりしているのです。視覚、聴覚、触覚が伝えるもの、色のあるもの、音を出すもの、ゴツゴツしたもの、硬いものの感覚のうちに物は、言葉通り僕たちの肉体へ迫ってきます。物はアイステート、感覚されるものです。感覚の感能で、感覚によって視覚されることができるものであります。それで物についてのあの概念が通例となります。あの概念によると、物は感能のうちに与えられているものの多様性の統一ということになります。この統一は総合として、あるいは全体として、また形態として捉えられるとしても、いずれにしても物についてのこの概念が基準になろうとする気構えには少しも変わりがありません。さて、物が物であることについてのこの第二の解釈がいつも正しいし承認してよいのは、前の第一の解釈と同じくらいなのであります。この第二の解釈が誠であるかどうか疑ってみたらそれで十分です。まして僕らの探しているもの、すなわち物が物としてあるものをよく考えてみたら、この物の概念もまた僕らにとって助けになりません。僕らはこの概念が教えるように、物が現象となるとき、そして本当に感覚が攻め寄せてくることを、例えば超音とか雑音とかを決して知覚しません。そうでなくて僕らは、嵐そのものが煙突の中にヒューヒューするのを聞くのであるし、
モーターが3個ある飛行機そのものを聞き、メルセデスの自動車はアドラワーゲンの自動車と直に異なることを聞いているのです。物そのものの方が全ての感覚よりもっと僕らに近いのです。僕らは家のドアが開閉するのを聞くのであって、音の感覚とかただの雑音などを聞くのではありません。純粋な雑音を聞くためには僕らは物を引き捨てて聞き、抜き捨てて聞き、僕らの耳を物から引き離し、すなわち抽象的に聞かなければなりません。今挙げた第二の物の概念には、物への追っかせという点ではそれほど強くありません。むしろ物は僕らにできるだけ直接させようとする過度の試みがあります。しかし、もし僕らが感覚的に知覚されたものを持って、その物の物としてあるものなのだと言い含めようと試みている限りは、一つの物は決してその試みに応じません。物についての第一の解釈が物をいわば僕らの身体から離してあまりに遠のかせるとするなら、第二の解釈は物をあまりにも華々しく僕らの身体へ引きつけます。物はこの二つの解釈の中で失われてしまいます。ですから両者のやりすぎを避けることが必要となります。物そのものを最後まで持続させておかなければなりません。物は物であることを押し通しています。そのことがそのままに受け入れられなくてはなりません。それを受け入れるのが第三の解釈のように見えます。これもまた先に挙げた2つの解釈と同様、昔からあるものなのです。3、物たちに物であることを押し通させているものと、中核のものとを与え、しかしまたそれと同時に物たちが官能へ攻め寄せてくる仕方を引き起こしているあるもの、すなわち色のついたもの、音を出すもの、硬いもの、がっちりしたものは物たちの素朴、素材的なものです。こうして物を素材、ヒュレとして規定することのうちにはすでに形式、モルフェが共に定められています。一つのものが一つのものであることを主張していること、すなわち同質ということは一つの素材が一つの形式と共存しているということです。物を形成された素材であります。物についてのこの解釈は直接に見えるということを元にしています。物はその見えること、エイドスによって、それを僕らが見ることで、僕らと関わりができます。素材と形式との総合でもって、とうとう自然のものたちと使用のものたちとに共通によく当てはまるものの概念が発見されました。このものの概念は芸術作品におけるものとしてあるものというものについての問いに答えることを僕らに可能にします。作られてものとしてあるものは明らかに作品がそれからできている素材であります。素材は芸術的形成のための下地でもあり、養分でもあります。ところでこんな見えすぎた誰でも知っている確定なら、僕らは当初から持ち出すこともできたのでしょう。何のために僕らは回り道をして、これもまたよく認められている第一と第二のものの概念を通り過ぎるような真似をしたのでしょうか。そのわけは形成された素材としてものを表象するこの概念にも、僕らは信用を置いていないからです。素材と形式というこの次の概念は、僕らが動かなければならない思考領域の内部では、およそ使い物にならないのではないでしょうか。確かにそうです。素材と形式との区別は、どんなに種々雑多に用いられるにしても、ただ芸術理論と美学だけのための概念構造であります。この疑うべからざる事実はしかし、素材と形式との区別が十分根拠のあることを証明するのでもないし、この区別が初めから芸術と芸術作品の領域に属していたことを証明するものでもありません。その上にまた、この次の概念の通用範囲もまた昔から美学の分野をはるかに超えていたのです。形式と内容はありとあらゆるものがその中へ持ち込まれる全世界の概念であります。それどころか、もし形式が合理的なものへ、素材が非合理的なものへ配属され、合理的なものが論理的なもの、非合理的なものが反論理的なものとして解釈されるならば、素材と形式という次の概念に主体と客体との関係さえも結びつけられてしまいます。そしてこの表象はどうにも抵抗のしようもない、概念のメカニックを使用することになります。形式と素材との区別がもしそんなことだとしたら、どうして僕らはその助けを借りて、ただの物の量分をその他のあるものから区別して捉えたらよいでしょう。
しかし、もし僕らがこの素材と形式との2つの概念を水増しして、中身を空っぽにすることをやめるなら、この次の概念による見分けは、その規定力を再び取り戻すことになるかもしれません。と言いましても、無論そのことは、僕らがあるもののどの区域で、この次の概念が正しい規定力を行うのか、それを知っていることを前提とします。そうした区域がただのものの区域であるということは、今のところただ一つの仮定に過ぎません。素材と形式という概念結合が美学において十二分に使用されてきたことを思うと、素材と形式とは芸術作品の本質についての正当の規定であって、そこから初めて物へ転用されたのではないかと思われるくらいです。素材と形式という概念結合はどこにその始まりを持っているのでしょうか。物が物としてあるということにでしょうか。それとも芸術作品が作品としてあるということにでしょうか。持続している花崗岩の塊は、まとまりは良くないけれども、一定の形式を持つ一つの素材としてあるものです。この岩石の塊について形式というのは、素材の諸部分が空間にそれぞれの場を割り当てられ配置されているということです。その結果として一つの特別な輪郭、すなわちその一つの塊があるのです。しかし瓶も斧も、靴もまた、形式をとっている一つの素材です。その場合、輪郭としての形式は素材が配分されたその結果ではありません。それとは逆さまに形式の方が素材の配置を規定するのです。ただそれだけではありません。形式はこの場合、素材の種類と選択をさえし、指図します。すなわち、瓶のためには漏れないということ、斧のためには十分に硬いこと、靴のためには強くてしなやかなこと、ここで行われている形式と素材との絡み合いは、さらにその上、瓶か斧か靴か、そのいずれに役立つか、そのことからも調整されます。この役に立つということは、瓶、斧、靴という種類のあるものに、後から指図されて当てがわれたのではありません。役に立つということは、しかしまた、目的としてのそれらのもののどこかの上にふわふわ浮かんでいるようなものでもありません。役に立つということは、あの特質であります。道具というこのあるものは、役に立つという特質から僕らに目を留め、目配せをし、そのことで本質的にあるのであり、このあるものなのであります。形式はこの役に立つということを元にして考えられます。素材の選択もまたこの役に立つことによって指図されます。また素材と形式との結合を支配するのもこの役に立つということであります。役に立つということへ従えられているあるものは常に制作の産物であります。この産物は何かへの道具として制作されます。ですからあるものの規定としての素材と形式との故郷は道具の本質の中にあります。道具という名前はそれの使用と必要のとのために制作されたものを指しているのです。素材と形式とはただのものがものであることを始まりから規定したものでは決してありません。道具、例えば靴という道具は作られたものですけれども、持続していることはただのものと変わりがありません。しかし、靴は花崗岩の塊のようにおのずとなり入れたものではありません。道具はそれとは反対に人間の手が作ったものである点で芸術作品と深淵です。しかしまた、芸術作品の方は自己に満足し、本質的にあるものとして、むしろおのずとなり入れ、無に押し込められたただのものに似ています。それにもかかわらず僕らは作品をただのものの中へ数えません。おしなべて僕らの周りにある仕様のものは最も手近な本当のものであります。それで道具というのは仲間ものであります。なぜかというと、ものであることによって規定されているからです。そしてさらにもの以上であります。道具はまた仲間、芸術作品であります。そして芸術作品以下です。なぜかというと、道具は芸術作品の自己満足を持たないからです。道具はものと作品との間に独自の中間の位置を占めています。もしこんな誤解を招きやすい配列が許されるならば、素材と形式との結合によって、まず道具の有が規定されるのですが、しかしこの結合はともすれば、すべてあるものの直接に理解される状態かと思われがちです。なぜかというと、この結合に、すなわち一つの道具が有、無となる様に、制作する人間自身が参与しているからです。道具がただのものと作品との間の中間の位置を占める限り、道具としてあること、素材と形式との結合の助けを借りて、道具としてでなくあるもの、すなわち物と作品、結局すべてあるものを理解することが容易となります。素材と形式との結合をもってすべてあるものの状態であると考えようとする傾向はしかし、そのことによってもう一つ特殊な刺激を受けることになります。
すなわちあらかじめ信仰の、特に聖書の信仰に基づいてあるものの全体をもって創造されたもの、すなわち僕らの言葉で言えば制作されたものと表彰しよう、制作されたものと表彰しようとするようになるのです。この信仰の哲学は無論、神の全創造活動は手仕事職人の活動とは別なものであると表彰されていると断言することができます。しかしもしもこれと同時にというよりか、とっくの前からトマス・アキナスの哲学の聖書を解釈するための予想規定の信仰に従って、創造されたものはマテリアとフォルマとの統一から考えられているならば、信仰は一つの哲学から解かれることになります。しかし哲学の誠というのもあるものを信仰で信じられた世界とは種類の違うあからさまに出すことなのです。信仰に基礎を置く宇宙創造説は 今やあるもの全体について知ることに対してその指導力を失うことがあります。しかし一旦始まり、信仰とは一種の哲学から借り物をしているすべてあるものについてのこの神学的解釈、すなわち素材と形式による世界観は、それにもかかわらず生き延びることができるのです。この生き延びは、中世から近世へかけて行われます。近世の刑事条約は一部分中世に鋳造され、ただ言葉だけでエイドス、見えること、と幽霊、素材との赤じみて本質と思い起こさせる、形式と素材の結合の上に基づいているのです。こうして素材と形式とによるものの解釈は中世的に留まっているにせよ、カントの超経験的にせよ、通りが良くなり自明となりました。しかしまたそのためにこの解釈は上に挙げたものがものであることについての二つの解釈より、ものがものであることの上により多くおっかぼせをすることになるのです。僕らが本当のものをただのものと呼んだことで、事態が明瞭となっています。このただは、役に立つことと政策との性格を抜き去るという意味であります。ただのものはたとえ道具としてあることを抜き去られた道具ではあっても一種の道具であります。ものであることはその後に残るものです。しかしこの残りはその有の性格において特別に規定されません。すべて道具であることを抜き去る途中でものがものとしてあることが現れてくるかどうか、そのことはやはり疑わしいことです。それでものの解釈の第三の方法、すなわち素材と形式との結合を導きの意図とした解釈もまた、ものへの追っかぶせであることが明らかとなります。ものであることを規定する今まで述べてきた三つの方法は、1、ものを目印の担い手として、2、感覚の多様性の統一として、3、形成された素材として理解します。あるものについての誠が生んできた歴史の歩みの中で、上に挙げた3つの解釈はこれまで見過ごしにしてきましたが、さらにお互いに絡め合いをしました。このように絡め合いながらも、この3つの解釈はそれぞれに初めから素地のあった水増しをさらに強化しました。この水増しによって、どの解釈も皆一様に、物についても通用し、道具についても通用し、作品についても通用するのです。そうしてこれらの解釈からあの西ヨーロッパ的思考方法が生まれるのです。すなわち、ただのもの、道具、作品のそれぞれについて考えるだけでなく、一般にすべてあるものについて考える、あの思考方法です。昔から通りが良くなっているこの思考方法は、あるものについての直接経験の先走りをするのです。この先走りは、その時のあるものの優越な小説を妨害します。こうして通念となっているものの概念が、ものがものとしてあるということは無論のこと、道具が道具としてあることということも、それよりまず、作品が作品としてあることで通じる道を遮断してしまうことになるのです。この事実があるために、これらものの概念について知る必要があったのです。僕らはこれを知って、それらの概念の由来、そのとどまることを知らない洗脳ぶり、自明であるという見せかけをとくと考え直してみたかったのです。こういうことを知ることは、僕らに物が物としてあること、道具が道具としてあること、作品が作品としてあることを目に収め、言葉にすることを試みる場合、ますます必要となります。しかしそのために、ただ一つのことが必要なだけです。あの思考方法の先走りと追っかぶせを遠のけて、物を例えばそのものであることに持続させること、この一つだけです。
あるものをただそれであるものにしておくことよりたやすいことなどないように見えます。それとも僕らはこんな仕事でもって最も困難なものの前に連れ出されるのではないでしょうか。こんな計画、あるものをそれであるものにしておこうというは、無関心ということと正反対のことなのですから。無関心ということは、有の概念を吟味したくないためにあるものに背を向けることなのです。僕らは僕らの目をあるものに向け、その有に基づいてあるものについて考えましょう。しかし、またそれによってあるものを同時にそれの本質に満足させ、あるものを同時にそれの本質に持続させることにしましょう。思考のこの緊張は、物が物であることを規定しようとするときに最大の抵抗を受けるように思われます。と言いますのは、上に挙げたいくつかの試みがみんな失敗に終わったのも、この抵抗のためであるとしか思われないからです。目立たないものは頑強に思考から離れようとします。あるいはまた、ただのものがこのように差し置かれ、無に押し込められることが、それこそ物の本質に属するのかもしれないのです。もしそうだとしたら、無の本質において、打ち解けにくく奇異なもの、閉じこもったものが、物を考えようと試みる思考にとって馴染みのあるものとなるようにしなくてはなりません。もしそうだとしたら、僕らは物が物としてあることへの道を無理取りすることは許されません。物が物であることはことに難しく、そしてたまさかにしか語られません。物についての解釈の上に挙げた歴史が紛れもないその証拠となっているのであります。この歴史は、西ヨーロッパの思考がこれまであるものの有を考えなければならなかった運命と裏表になっています。しかし、僕らはこのことをただ鑑定するだけであれ、確定するだけではありません。僕らはこの歴史の中に一つの指示を見つけるのです。ものの3つの解釈の中で、素材と形式とに導かれた解釈が特別の有意を示してきたことは偶然でしょうか。ものについてのこの解釈は、道具が道であることの解釈から出ています。このあるもの、すなわち道具は、人間が表象するということに格別近いのです。なぜかというと、道具は僕らが生産したので有となるからです。その有において、ひときわ馴染みの深いあるもの、すなわち道具は、同時に物と作品との間に独自の中間の位置を占めています。僕らはこの指示に従い、まず道具が道具としてあることを探しましょう。そこから物が物としてあることや、作品が作品としてあることについて、何か僕らに開かれるかもしれません。僕らは物と作品とを早まりすぎて、道具の代わり種にしてしまうことだけは、無論避けなければなりません。しかし、この可能性から、僕らは道具のあり方にも、本質の歴史上の相違が支配していることを見ております。しかし、どんな道が道具が道具としてあることに通じるでしょうか。道具が誠に何であるかを、僕らはどのようにして知ることになりましょう。今必要な手順は、それと一緒に、惰性的解釈の仕掛けを再び招くような試みを、どうしてもやめなければならないことです。それをやめるのに、一番確実なのは、一つのものを哲学理論なしに記述する場合です。実例として、一つの慣用の道具、すなわち一足の百姓靴を選ぶことにしましょう。この道具を記述するために、この種の使用の道具の実物を見本として出すことは不必要です。百姓靴なら誰でも知っています。しかし、直接の記述が寛容なのですから、目に訴えることは良いことでしょう。その意図を助けてくれるのが、一枚の絵画の表現であります。そのため、僕らはこんな靴を幾度も描いたヴァン・ゴッホの一枚有名な絵を選びましょう。しかし、この絵に見るべきものはいくらもありません。靴に必要なものは誰でも知っています。木革靴でもなかったら、庭の川と木靴か木革靴でもなかったら、そこの皮と上部の皮とか見られます。両方は釘と釘で縫い付けられています。この道具は足を覆うことに役立ちます。野良仕事かダンスか、それぞれの役立ち方に応じて、素材も形式も違います。このような正しい指摘は、僕らがすでに知っていることを説明するだけです。道具が道具であるということは、この役に立つということになります。しかし、役に立つということはどういうことなのでしょうか。僕らはこの役に立つということで、道具が道具としてあることを捉えているのでしょうか。それを捉えるために、役に立つ道具が役に立っている場合を探し出すことが必要ではないのでしょうか。野良で百姓女が靴を履いています。それで初めて靴は靴であるところのものです。靴は野良仕事をする百姓女が靴のことを考えたり、眺めたり、あるいはただこれを感じたりすることが
少なければ少ないほどそれだけ本当に靴であるのです。百姓女は靴を履いて立ち、そして歩きます。そして靴は役に立ちます。道具が使用されているときに道具としてあるということが真実僕らの目に留まるに違いないのです。これと反対に、ただ大まかに一足の靴を目の前に思い浮かべてみるとしましょう。それとも一足のこと絵の中にただ置かれていて、履かれていない空っぽの靴を眺めるとしましょう。そんなことをしているうちは、道具が道具であるということは真実何であるか、いつまで経ってもそれを知ることになりません。ヴァン・ゴッホの絵から僕らはその靴がどこに置かれているのか、それすらも確定することができません。この一足の靴の周りには、ただ不確定の空間があるだけで、この靴が何者へ、どこへ帰属しているのか、それもわかりません。この靴には、畑の土くれも、野道の土くれも、へばりついていません。もし、そんなものがへばりついていたら、少なくともこの靴の使い方がわかるかもしれません。一足の百姓靴、さらに、ただそれだけです。それなのに、この靴という道具のくり抜かれた内部の暗い穴から目をこらしてみているのは、労働の歩みの辛さであります。この靴のがっしりした重みの中に、風がすさぶ畑の広く伸びて、単調なあぜをのろのろと歩いた歩みの根気が込められています。川には土の湿りと芳和があります。かかとの下には暮れかかる夕べの野道の上爆が、弱爆が足すりをしています。靴の中には、大地の響きの止まった呼び声が、売れる麦の贈与を伝える大地の静寂が、冬の野面の荒れた休耕地にみなぎる大地のわけ知らぬ拒絶が揺れております。この靴をくぐり通るのは、パンの確保のための炭足を上げない勤労、再び苦難を克服することができたという言葉に出ない喜び、聖誕の到来による無茶ぶり、死の威嚇による戦慄が揺れております。この靴という道具は大地に帰属しています。百姓女の世界の中でこの道具は保存されています。この保存されて帰属することからこの道具が生まれて持続することになります。しかし僕らがこんなことをみんな見て取るのは、この靴が絵に描かれているからでしょう。百姓女はこともなく簡単に靴を履きます。こともなく簡単に靴を履くことがこともない簡単なことだと良いのですが、幾度となく百姓女は日が暮れてから苦しい、しかし健全な疲労を覚えながら靴を脱ぎ捨てます。まだ日が上がらない朝、まだ日が上がらない朝まだ木、再び、靴を履きます。祭りの日が来ると横目で睨んでこの靴のそばを通り過ぎます。百姓女はそのために観察することも小察することもしないのに、僕が先に述べたことを残らず知るのです。 もちろん道具の道具であるということは道具が役に立つということになります。しかしこの役に立つことというのは道具の本質的な有の充実の中に宿っています。それを僕らは頼みになることと呼びます。この頼みになるということによって、百姓女はこの道具によって、大地の沈黙の呼びかけに引き寄せられます。この道具の頼みになることによって、百姓女は自分の世界に自信を持ちます。大地と世界とは、百姓女と彼女と共に同じ生活をしている人々にとって、ただそこに、すなわちその道具の中にあります。僕らはただと言いましたが、その言い方は間違いです。というのは、頼みになるということが、まず百姓女のこともない簡単な世界に革命を与えるのであり、大地に対しては絶えず突き上げることの自由を確保するからであります。道具は道具であること、すなわち頼みになるということが、すべてのものをそれぞれの様と広がりとに応じて一つ一つのものにまとめます。道具の役に立つということは、この頼みになるということの本質的連続に過ぎません。役に立つということは、頼みになるということの中に振動しています。役に立つということは、頼みになるということがもしなかったら無となりましょう。一つ一つの道具は利用し尽くされ、使い潰されます。しかしそれと同時に使用するということ自体が使い潰すことになり、トンマになり慣れとなります。そうして道具であるということがすさんで、ただの道具に落ちていきます。道具であるということがこのようにすさむのは、頼みになることが消滅することです。頼みになることが消滅するので、使用のものが慣れの不快な押し付けとなるのですが、
この消滅ということは道具であるということの初めの本質にとってむしろたった一つの証拠となるのです。ともみになるということが消滅してしまってから、あとは道具の使い潰された慣れがのさばってきて、その慣れだけがただ一つの道具にとって固有化と見えるあり方に見えてきます。あとはただギラギラする役に立つということだけが目につきます。そしてそのギラギラする役に立つということは、道具の始まりがただの制作にあり、制作が素材に形式を押し付けているのだと僕らに思わせるようになるのです。しかし道具は本当に道具であることから始まります。素材と形式両者の差別はもっと深い底の始まりから来ています。持続している道具の安らぎは頼みになるということです。この安らぎで僕らは初めて道具が誠に何であるかを見て知っております。しかし僕らはまだ僕らが最初探したことについて、すなわち物が物としてあることについて何も知りません。まして僕らが本当はそれだけを探しているもの、すなわち芸術作品の意味での作品が作品としてあるものを知りません。それとも僕らは知らない間に、言うならばことのついでに作品が作品であるものについてもう何か知ってしまったのではないでしょうか。道具の道具であることは発見されました。しかしその発見はどんな方法で、現実の目の前にある靴という道具の記述と説明によってではありませんでした。靴の制作過程についての報告によるものでもありませんでした。そうかといって、ここやそこで見られる靴の仕様を観察することによるのでもありませんでした。そうではなくて、僕らがヴァン・ゴッホの絵の前に僕らの目を運ぶことによるのでしてありました。この絵が語ったのです。この作品のそばで僕らは不意に、僕らがいつもいるところとは別なところにいたのです。芸術作品は靴という道具が誠に何であるかを知らしめました。もし僕らが仮にも僕らの記述が主観的な行為として全てをそのように描き出して押し付けたなどと考えようとするならば、それは最悪の自己欺瞞でありましょう。ここで何かもし疑わしいことがあるとしたら、それはただ僕らが作品のそばであまり少ししか知らず、知ったことはあまりにも粗雑にあまりにも直接に語ったというそのことだけです。作品というものはまず第一、それがどんなに見えようとも一つの道具は何であるか、それをよりよく伝えるためにのみ役に立つものではありますまい。むしろ作品によってただ作品のうちで初めて道具が道具であるということが特に現れているのです。どのようにして現れるのでしょうか。作品の中で作られているものは何でしょうか。ヴァン・ゴッホの絵は道具、すなわち一足の着床靴が誠にあるところのものを開いているのです。このあるものがその竜のあからさまへ出てくるのです。あるもののあからさまをギリシャ人はアレーテや隠れていないと呼びました。僕らはこれを誠と言います。そして僕らはこの誠という言葉でもって思考するところが不十分です。作品の中であるものがそれであるものと、それのあり方へ開かれるとするならば、作品の中で誠が作られるのです。芸術の作品の中であるものの誠が作ることに置かれたのです。置くというのはここで留まらせるという意味です。一つのあるもの、一足の百姓靴は作品のうちで、その竜の光の中へ立つことになります。そのあるものの竜が、その見えることを押し通すことになります。芸術の本質はあるものの誠が自分を作ることに置くことかもしれません。しかしこれまで芸術は美しいものや美と関わり合って、誠と関わり合うことはしませんでした。美しい作品を作る諸芸術を、道具を制作する手仕事の芸術と区別して、美しい芸術と呼んでいます。美しい芸術において美しいのは芸術ではありません。美しい芸術が美しいものを作るからただ美しいと呼ばれるのです。これと反対に誠は論理学の領分です。美は美学のために留保されています。それとも芸術というのは誠を作ることに置くことだという定律でもって、芸術は現実のものの模倣や模写であるという、せっかく克服されている芸術観が再生することになるのではないでしょうか。目の前にあるものの再現は、あるものとの一致と適応等を要求します。中世は、アデクワーティオ、適合という言葉を用いました。アリストテレスはすでに、ホモイオーシス、相似という言葉を用いています。あるものとの一致は昔から誠の本質として認められています。しかし僕らはヴァン・ゴッホのあの絵が、目の前にある一足の百姓靴を模写したものであり、その模写に成功したから一つの作品であるのだと考えているのでしょうか。あの絵は現実から一つの写像を切り取り、これを芸術的な
生産の産物に移したと僕らは考えているのでしょうか。絶対的にそんなことはありません。ですから作品の中で問われるのは、その時々に目の前にある個々のあるものの再現などではなくて、ものたちの普遍的な本質の再現であります。しかしこの普遍的な本質というのは、それと芸術作品とが一致するためには、どこにまたどんな具合なのでしょうか。例えば一つのギリシャ神殿は、どのもののどの本質と一致していなければならないのでしょうか。建築において神殿のイデアが表現されているなどと、誰がそんなとんでもないことを主張することができましょう。しかしそれでもそのような作品の中に、もしそれが作品になるならば、誠が作ることに置かれているのです。僕らはヘルダーリンの領下、ライン川を考えてみましょう。この領下の中で詩人にとって何があるのでしょうか。そのあるものがどんなにして詩人のために前もって与えられて詩編の中に再現されることができるのでしょうか。この領下やそれと類似の詩編においては、常に現実となっているものと芸術作品との写像関係について考えてみることは明らかに無益であります。しかしまた C.F. マイヤーの詩編、ローマの泉のような種類の作品になると、作品は写像するというあの芸術感が最善に実証されます。噴水が上がる、そして落ちてきて、なめしの水盤に満々と降り、かかると水をかぶって、第二の水盤の底へ流れ、豊かに溢れ、波を起こして、第三の水盤へ流れ込む。どの水盤も受けて与えて流れて安らう。この詩編の中で目の前にある噴水が詩的に模写されたのでもなければ、一つのローマの噴水の普遍的な本質が再現されているのでもありません。そうではなくて、誠が作ることに置かれているのです。どんな誠が作られているのでしょうか。誠というものはおよそ出来事となり、それで歴史的となり得るものでしょうか。誠というのは無時間的な、長時間的なものだと言われているではありませんか。僕らは芸術作品の中に支配している芸術を現実的に見出すために、芸術作品の現実を探しています。作られている最も手近な現実的なものは、ものであることの下部構造であることが明らかにされました。このものであることを捉えるためには、伝承のものの概念では間に合いません。というのは、これら伝承の概念は、ものとしてあることの本質を捉え損なっているからです。ものを形式を与えられた素材とする通念的なものの概念は、ものの本質から拾い出されたのではなく、道具の本質から拾い出されたものであります。また、昔から道具であるということは、あるものの解釈において独特の入意を主張してきていることも明らかでした。しかし特に考慮を払われたこともないこの道具であることの優位は、道具としてあるということはどんなことか、新たにその問いをかけなければならないという指示を僕らに与えました。しかしその際、いろいろ問いのように解釈を受け入れてはいけないのでした。道具が何であるか、それらを僕らは一つの作品によって語らせました。すると言うならば、知らない間に作品のうちに作られているものが明るみに出てくるのでした。すなわち、あるものがその優の中で開かれたのです。それが誠の出来事なのです。そして、ところでもし作品の現実がただ作品のうちで作られているものによってしか規定されることができないとしたら、現実の芸術作品をその現実の中で探し出そうとする僕らの計画はどうなるでしょうか。もし僕らが作品の現実をまずあのものであることの下部構造の中に推定していた限り、僕らの生き方は失敗でした。今僕らは僕らのいろいろとやった考察の奇妙な結果の前に立たされています。もしこれも一つの結果で呼んでよいならば、両面をもって一つのことが明らかとなったのです。すなわち、一つには作られてあるものであることを捉える手段、すなわち通念となっているものの概念はどれも間に合わないこと、二つにはその手段をもって僕らが作品の最も手近な現実として捉えようとしたもの、すなわちものであることの下部構造というのは、こうした作品に属さないものであるということ、そんな下部構造に目を留めると、僕らはいつかしら作品を一つの道具として取っているのです。さらに僕らは作品というものに上部構造、つまり芸術的なものを含んでいると見られる、そういう上部構造も認めることになります。しかし作品というものは道具ではありません。道具に美の価値がくっついたようなものではありません。作品というものはそんな道具なのではありません。ただのものが道具であり、ただ本当の道具の性格、すなわち役に立つことと制作ということを書いているだけだなどと、などと言えないように、作品についての僕らの問いのかけ方は薄ぶられています。なぜかといえば、僕らは作品のことを問うたのではなく、半ばは道具のことを問うていたからです。
そんな問いのかけ方は、僕らが最初に展開した問いかけではありません。そんな問いのかけ方は、美学のやることです。芸術作品をあらかじめ考察するようなやり方は、すべてあるものについての伝承的な解釈の奴隷となっています。この慣習的な問いかけ方を揺すぶることは本質的なことではありません。寛容なのは、僕らの目を開いて、作品の作品としてあるもの、道具の道具としてあるもの、物の物としてあるものが、あるものの優位を考えるときに、僕らに近寄ってくるようにすることです。そうさせるために必要なことは、まずもって自明なものの柵を切り崩し、通りの良い見せかけ、画商についての諸概念を片付けることです。それで僕らは回り道をしなければなりませんでした。しかし、その回り道は同時に僕らを作られて物としてあるものを規定するところへ導くことができる道へ運んでいます。作られてあるものであるものにおいて、物であるということは否認されてはなりません。しかし、この物としてあるということは、もしそれが作品の作品であることに必要だとしたら、作品としてあるということから考え出されなければなりません。もしそうだとすれば、作品の物としてある現実を規定するための道は、物を通り過ぎて作品へ通じるのではなく、作品を通り過ぎて物へ通じていることになります。芸術作品はその様であるものの優を開きます。作品の中でこの開くこと、覆いを取り去ること、あるものの誠が出来事となります。芸術作品の中であるものの誠が作ることに置かれました。芸術は誠が自分を作ることに置くことです。誠が時折芸術として出来上がるために、誠というのは何でしょうか。自分を作ることに置くというものは何でしょうか。